なんか目に光が宿ってないけど大丈夫？死んでない？ポケリゾートっていうのは預けたポケモンがおる場所ってことかな。お、この辺のもやっぱりトレーナーか。スイングの基本は腰。腰を入れてお相手するわ。いいね、腰の回転が。ゴルファーのマリアが勝負を仕掛けてきた。あ、なんかマリアって感じの顔。お、ニャース来たよ、ニャース。あ、こっちはアローラのニャースやね。さっきは普通のニャースがおったけど、やっぱどっちも可愛いわ。おいし。Z パワーで行こう。あー、知らんぷりされた。知らんぷりされてもめげんし、私。行くよ、言うことを聞いてくれ。さっきからバシュ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 言うよね。めっちゃ怠けるやん。なんでそんなに言うこと聞かないの？お前が弱いからとかそういうこと？なんやろうね、でも。証がないと言うこと聞かんねやけん。証を見たら、おーすげえこいつってなるんやろうな。最軽。水タイプの Z 技。スーパーアクアトルネード。さあ、全力で放せ。スーパーアクアトルネードを。いいね、いいね。相手のニャースは倒れた。いいぞ、月光が。お、チェルナがレベル22。順調、順調。しびれごな、しびれごなね。私は今、眠りごなか。いや、でもそれなら眠らせた方がまだいいよ。何にもできんもん、本当に。忘れさせない。ゴルフで自分に勝てても、勝負で相手に勝つのはね。ゴルフだって勝負だよ。あの男の人もかな。いやね。私がなくしたゴルフボール、ニャースが探してくれるの。大抵猫ばされるけど、ダメじゃねえか。やっぱりゴルフもポケモン本番が一番です。ここはゴルフ場ってことかな。いやでもそれなら別に駐車場でせんでもいいよね。ゴルファーのタカシが勝負を仕掛けてきた。なんか目に光が宿ってないけど大丈夫？死んでない？あ、一応今ちゃんとあったね、光。お、言わんこじゃないか。よし、行くよ。水手裏剣。よし、いいね。今回は一発で。イエーイ。弱いね、おじさん。ダフりました。本番は点でダメです。顔が怖いよ、顔が。穴に入れるだけ。それが難しくて面白い。まあね。あ、あっこにもアイテムが。目ざといやろ。この裏側には何もないんかな。ダイブボールを見つけた。あー、この裏側はいけんか。なるほどね。オッケーオッケー。あ、これでもう全員やっつけたんじゃない？あ、この子は？コソクムシってポケモンすぐ逃げちゃうんだよ。追いつくと拾い集めた道具を落とし穴に用意するよ。なるほど。こっちはまた別のとこ。この先シェードジャングル。あ、試練の場所に行ってしまう。じゃ、これで、あのお姉さんのところまでちょっとひとっ走りしてくるかね。ん？この人もじゃない？化石から復元されるポケモンばかりのテーマパークを作りたいって親父がいるよ。へえ、そうなんや。全然関係なかった。ここは一体、ただの草むらだった。なんか落ちとるかなって思ったけど落ちてないね。野生の日のヤコマ。これってあれじゃない？ややこまの進化系じゃない？ね、多分そうよね。ってことで、ツバメ返しでちょっと手加減できるかな？手加減じゃないと手加減できんかな？あー、くそ。ダメだった。やられるときまでなんか眼光が鋭いね。おいし。それじゃあちょっと、さっきのお姉さんのところに。お、いたいた。え？全力の私と勝負したいって？あれ？まだ全員に勝ってないの？私。
誰がいるのよ、誰が。この辺にまだなんか誰かおるとかそういうのじゃ。あ、なんか落ちとる。奇跡の種。やっぱり何かしら落ちてるんだな。他に誰がいるんだ？お、ケララッパ。この辺は、飛行タイプのポケモンが多いんかな。飛行タイプとノーマル？ 8 番道路のトレーナーをちょっとね、探さなければ。ドイツだ、8番道路のトレーナーって。私的には全員やっつけたつもりやったんやけど。ここはどこ？化石復元所。目指せ化石ワンダーランド。なになに？どこに来たんだこれは。ここはドリーン牧場。化石の研究をやっとるぞ。いつの日か大昔のポケモンでここをいっぱいにしてやる。それがドリーン牧場。太古の世界の再現だ。なるほど。夢はあるな、確かに。なんか今、変な音聞こえたけど。何も落ちてない？お、眠気覚ましを見つけた。何かしらこの辺。何もなさげだね。8番道路のトレーナー、いないな。お、あ、今のは違うんか。これか。真央ちゃんがシェードジャングルで材料を集めているのって、ライチさんに自分の料理を美味しいって褒めてもらうためなの。へぇ、ライチさんがよくわからないけど。あ、5番道路に来た。5番道路？なんか戻ってきた？あ、ここにも。不思議な生き物がジガルデキューブに吸い込まれた。あ、こっちの方にな、なにこれ。え、なんか、え、なんかおる、なんかおる、なんかおるって。え、今なんかポケモンおったよね。ポケモンかなんかわからんけど、とりあえずなんかネズミっぽいものがいた。お得な掲示板。ポケモンの強さを表す言葉で、特攻とは特殊攻撃力のこと。特殊攻撃力のこと。特防とは特殊防御力のことです。さっきのは？ちょっと降ります。くそ、何もできない。じゃあもう一回乗ろうか。で、こっち側に来たらなんかおるかなって思ったけど。誰もいねえじゃねえか。誰もいねえじゃねえか。ん？ということは？この建物の中におるってことかな、トレーナー。他のやつ。だってもうあと全員倒したもんね。じゃあちょっと一旦降りて。ん？色の違うとこ以外入れんのかな？お邪魔します。お？出て行きな。なに、ここに泊まってるの？ここに寝泊まりしてるの？あ、それか何？ここでゴルフをしてるの？見張りなんかしてくれないけど、可愛いからね、うちのブルーは。ここもしかしてマラサダオリオンかな？あいにく満室でね。特に奥の部屋はほぼ貸し切りだからね。ヤロ代2年分払った少年がいてさ。だけど最近は渋いね。まあ、スカルダンの仕事じゃろくなご飯も食えないよ。あ、そっか、スカルダンやったっけ。あ、自動販売機でちゃんと買える。サイコソーダとか懐かしいな。んで？んで、あのトレーナーさんがいらっしゃらないんだけど、どうすればいい？トレーナーさんがいらっしゃらないんだけど？え、いないよね。普通にいないよね。あの下の人ってトレーナーじゃなかったよね、確か。普通になんか、話した気がする。とりあえずもう一回行ってみはするけど、こっちの下におったこの人。ほら、ポケリフレについてやもん。ここも釣りだけやし。じゃなくて、私あの、あれない。違う。あの、ライドがしたかったんだけど。ちょっと待ってね。あ、ライドできんやん。
ここからは乗れないのか。なるほど。とりあえずトレーナー、とりあえずトレーナーいないからさ、もう。戦えませんけど。ほら、8番道路のトレーナー全員と、島巡り看板。ポケモンは進化すると強くなるけれど技を覚える。あ、技を覚えるタイミングも変わるからね。島巡りをこなすならパートナーの強さを見極めるんだよ。まあ、あれか。もう、ちゃちゃっと進めながら探すしかないよね。じゃあ、とりあえず試練の方でも受けに行くか。ということだから、まずはまたちょっと、ポケモンを回復させておこう。じゃないと危ないよね。あーから3つ目の試練、いざシェードジャングルロト。よし、ってことでもう、シェードジャングルに向かうか。もうなんかここのトレーナーを全部やっつけるっていうのもよくわからんかったし、最終的に。あれを捕まえたいんやけど、もうダッシュで行ったら捕まえれるかな。ちょっと待って。ムーランドサーチぐらいで。てーい、こらって。ああ、や、全然捕まえれんかった。あれ捕まえれるんかな？捕まえれんのかな？気になるよね。ほい、シェードジャングル、島巡り試練の場。さあ、ここやで。でもとりあえずちょっと、違うところを探索。なんか出てきた。びっくりしたんやけど。なになに、コラッタじゃないよね。あら、ディグダ。野生のディグダが飛び出してきた。おっしゃ、行け、おしゃまりー。かわいいよ、今日も。あ、もうここまで来たらあれや、ディグダもレベル20とかが出てきだすんやね。だがしかし、おしゃまりの敵ではないのだよ。やった。やった。効果抜群。お、ピチューがレベル28に上がった。みんな順調。お！おー、来たよ。おや、ピチューの様子が。ついに。ピチューも可愛いんやけどね。ピチューも可愛いんだけども、ポケモンといえばやろ。ポケモンといえば、かっこいい。おー、いいね。おめでとう。ピチュー、ピカチュウに進化した。もうその鳴き声いいよ、鳴き声。ピカチュウのデータが新しくポケモン図鑑に登録されます。おー、なんかいよいよポケモンっぽくなってきたぞ。ここに来てやっと。登録完了。進化したのはどんなポケモンか調べろと。ピカチュウ、ネズミポケモン。電気を貯める性質。時々思い切り放電しないとストレスを感じる。そうなんや。なんか昔さ、昔ってピカチュウもっとふっくらしてなかった？しとったよね、絶対。こっちはなんか飛び降りていったらまた別の場所に。え、これは取れないの？なんか別の場所から回っていかんといかんのか。なるほどね。この辺もなんかありそうでないし。じゃあもういいや。シェードジャ、これなんか読めるんやね。シェードジャングル、森の恵みの宝庫。よし、向かおう。はい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は、概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。